ゴーちゃんはテレビ朝日のマスコットキャラクター。サンリオとの共同開発によって2011年5月10日に登場した。正式名称はゴーエクスパンダ1959年2月1日に日本教育テレビとして開局して以来放送局としてのマスコットキャラクターがこれまでなかったテレビ朝日では開局53年目にして 初めての曲公式マスコットキャラクターである。また、テレビ朝日系列全体及び在京キー局においてみても、次々にマスコットキャラクターが決定していく中で、最後に決定したマスコットキャラクターである。パンダをモチーフとしたキャラクターで、キャラクターデザインはサンリオを代表するキャラクター、ハローキティを手掛けたデザイナーの山口優子。エクスパンダ製の王子という設定。 誕生日はテレビ朝日の地上デジタル放送のリモコンキー ID5 にかけた5月5日。エクスパンダ製の X はテレビ朝日のコールサイン及び略称である EX にかけている。また胴体に書か,かれている V はローマ数字で同局のリモコンキー ID5 を表す。声優は不詳。ゲストとして出演した。 クレヨンしんちゃん及び彼主演の劇場アニメ作品のスタッフロール上ではゴーちゃん名義でクレジットされており実際の声優名はクレジットされなかった2011年5月10日東京都港区六本木のテレビ朝日本社で行われた新キャラクター発表会でゴーちゃんが初披露発表会にはテレビ朝日社長の早川洋やサンリオ社長の辻慎太郎 ハローキティ、山口優子も出席した。なお、テレビ朝日と同系列の新潟テレビ21には、ゴーちゃんというキャラクターがいるが、ゴーちゃんとの関連性は一切ない。ただし、両者とも、設定上の誕生日が5月5日という共通点を持つ。テレビ朝日系列の情報番組やスポーツ中継、テレビ朝日主催のイベントなどで、ゴーちゃんが活躍している。 また、モーニングバードや一部のバラエティ番組では、セットの至るところに、ゴーちゃんのぬいぐるみが飾られるほか、5秒 CM にも登場している。2011年12月より、テレビ朝日のオープニングが2012年5月より、クロージングが彼のアニメーションに変更された。彼のテーマソングはそれぞれ、ゴーゴー、ゴーちゃん、ポヨポップダンス。いずれも最後に、 彼の花を挟むように、TV 朝日ジョックス DTV と表示され、ジョックス DTV、テレビ朝日デジタルテレビジョンですとアナウンスされ終わる。随時テレ朝チャンネルでも流れており、こちらは最後の箇所をテレ朝チャンネルのロゴに差し替えたものである。2012年からは、ベリカードにも、本社社屋のイラストとともに、ゴーちゃんのイラストも使用されている。 2013年2月よりテレビ朝日開局55周年記念キャンペーンが翌年3月31日までの期間限定で開始され、同社女子アナウンサー4名でゴーちゃん、ガールズが結成された。2019年12月1日に民放 KBS デジタル放送5局で放送された特別番組鶴瓶安住の放送局満有機において、 BS 朝日での放送時間帯の冒頭と終盤で各局を移動する小福亭鶴瓶と安住紳一郎のお出迎えとお見送りにゴーちゃんの着ぐるみが登場した。報道、情報番組番宣番組その他このほか、モーニングバード、ワイド、スクランブル、スーパー J チャンネル、報道ステーションサンデー、アメトーーク、悠々散歩いいもの探し、 ミュージックステーションなどのスタジオセットにも、ゴーちゃんのぬいぐるみと、パペットが演出している。キャラクターグッズは、テレビ朝日の番組グッズを販売する、テレ朝ショップ及びテレビ朝日子会社のロッピングライフが、運営する通信販売サイト、ロッピング内、テレ朝グッズオンラインにて販売されている。2013年からはサンリオが企画した公式グッズが、 テレアサショップに加え全国のサンリオショップでも発売される。なお、商品の発売元がサンリオとなっていない商品は原則、テレアサショップ及びテレアサグッズオンラインでの1売となる。2011年7月16日、サンリオピューローランドの着ぐるみショーで、ゴーちゃんがデビューした。それ以降は不定期で着ぐるみショーに出演している。 2012年度のサンリオキャラクター大賞で初登場でトップ10入りする快挙を見せた。2013年度のサンリオキャラクター大賞にも参戦し、トップ10入りした場合はテレビ朝日系アニメクレヨンしんちゃんへの出演を公約とした。結果、2年連続でベスト10入りを果たし、2014年2月28日にクレヨンしんちゃんへゲスト出演した。 その後も2014年度のサンリオキャラクター大賞では、前回を上回る6位入賞を果たし、公約として、サンリオ史上初となるサンリオピューロランドのスペシャルツアーを実施し、10組20名を招待している。ただし、いちご新聞に届いた票のみを集計した、サンリオキャラクター大賞いちご新聞ランキングでは、総合順位の検討ぶりとは、対照的に62位で、 全100種中60以台の回に甘んじていた。なお、2015年度以降より、ゴーちゃんは、三流キャラクター大賞に参戦していない。誕生日を記念し、ショートアニメが、テレ朝動画にて配信された。2013年7月24日からは、テレ朝チャンネルで放送されている。各話リストテイレ朝チャンネルでの放送順。1は、テレビ朝日のオープニング。3は、 クロージングで流れるのと同じ。ただし、コールサインの部分のみ差し替え。ゴーちゃん。モコと、珍獣の森の仲間たちのタイトルで、2017年1月29日にプレミアム上映会にて先行公開された。キャストスタッフテレビ放送、ゴーちゃん。モコと氷の上の約束のタイトルで、2018年3月19日にプレミアム上映された。 キャストスタッフテレビ放送ゴーちゃん。モコと珍獣の森の仲間たちに関するカテゴリーゴーちゃん。モコと氷の上の約束に関するカテゴリー。ありがとうございます。